容量 50ml の注射器と 10ml の注射器を用意します。内径 4mm のチューブを 20cm の長さに切ります。大小の注射器にそれぞれ半分のところまで空気を入れます。注射器の先にチューブを取り付けて注射器同士をつなぎます。チューブで連結した大小の注射器を押し比べ、どちらが押しやすいかを確認します。